スミ選手、はい、今年の目標を教えてください。スミ選手、まずは目先で言ったらリンゴルフオープン決勝大会第2回の、まあ、連覇、ディフェンディングチャンピオンとして連覇させていただきます。今年は多分タイちゃんのレベルが上がってると思うんですけど、僕にかかれば大したことないですよ。できればバチバチ一緒の組でやりたいんですけど、相手になるかな。いい、俺と丸と調子悪いけど大丈夫。まあいいかってことでお願いします。だそうです。はい、次あゆちゃん。私の目標、うん、プロテスト合格します。私は必ずですね、はい、一番の目標だよね。頑張ろうね、はい、去年70代出せなかったんで、うん、今年は頑張ります。今年はじゃあリッキー・ファウラーのセットを作るっていう話しましょう。面白いそれ。リッキー・ファウラーのアイアン多分今年発売になるんで、はい、はい、あ、そしたらまた持ってきてもらいましょう。また持ってきて、はい、取りましょう。はい、じゃあ皆さんの今年の目標を出してください。目標、結婚したいなと思ってます。あのゴルフについてあれゴルフについてプライベートなことは誰も興味ないんで、うん、目標とかないんですよね。適当に生きてるんで楽しく、はい、好きですね、はい、そうですね、はい、この動画が100万再生いってくれればなって行かねえって安心してください。そうす、うん、80を切ってみたいなと思ってます。はい、それだけです。300ヤード飛ばせるようになりたいですね。もうちょっとじゃないですか。あと8ヤードぐらいだったら。違う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 。今全然飛ばないんで、せいぜい220なんで。いやそれで80ヤード飛ばしたい。そうプラス80ヤード。絶対そう。今年の目標はアベレージを上げたいですね。80代前半ぐらいに、はい、80代後半なので、あと今日70代出したいですね。お、頑張ってください。これ素振りもしないで打っちゃっていいですか。うん、素振りしないでいきましょう。どうするんですか。まだ手がかじかんでるよ。ちゃんのまま、あ、素振りし、うん、するのやめます。はい、おお、ナイスショット。すげえ。なんだ、うまいんじゃん。まあ、もっとうまいですね。全然嬉しくないですね。あ、ちょ、見てこの後ろの空気。でもナイスショー。大丈夫、大丈夫っすよ。ナイス。ベスト更新70代目指します。素晴らしい。今いくつなんですか。今80です。あ、はい、あと1だ、あと1だ。じゃあ今日ぜひ頑張ってください、はい、思います。今年はもうクラブをコロコロ変えず、今使ってるクラブで技術上げようと思ってます。今年はベスト更新したいです。80前半ぐらい。今年は60代出したい。おー、ベストはいくつですか。ベストがまだ71とか70とか。ビスブル候補で、はい、いらっしゃいました。いらっしゃいました。おー、ナイスショー。音がすごい。大丈夫大丈夫。出てきた出てきた。おー、ナイスショー。少しでもラッキーに巡り合えるように記憶正しくいきたいと思います。普段の生活そうですこれ私もそうします。じゃあ、はい、ぜひ。僕はアメリカのペブルビーチに行く予定がありますんで、ペブルビーチでぜひプレーしてみたいなと思ってます。いいですね。今年も宮下の某お兄ちゃんと勝負するときは負けないように頑張りたいと思います。去年ベストが81だったんで、1打でもそれを超えられるようにしたいなと、うん、ベストスコア更新、1打でも数字を縮められるように頑張りたいと思います。おー、ナイスショー。これはいいや、よかった。おー、ナイスショー。おー、上出来。ちっちゃったか、出てきたかな。大丈夫かな。今年の目標はベスト更新です。はい、リンゴルフオープン一緒に出れるようなゴルフ友達をいっぱい増やしたいです。友達いないわけではないんですけど、この機会に3人お友達できました。言いました。お
80代がやっと出たので、次は70代出せられるように頑張りたいです。80代から70代全然出なかったです、私も最初。どうしたら出るようになったんですか？どうしたら、コース戦略だと思います。技術は変わらなかったんで、どうしたらパー取れるかをめっちゃ考えました。去年は90切ることが目標で切れたので、今年は85が切れるように頑張っていきたいなと。どっち好きなんですか？期間中に合わせます。あ、なんかサインが書いてあるよ。これ心ちゃんと純ちゃんのサインです。おー、ナイスショー。ちょっと行っちゃったが、大丈夫かな。おー、ナイスショー。飛びすぎ。出てきたかな。去年100切れなかったので、私ぜひ100切りをしたいと思います。昨年栃木でリンゴルフオープンで79出したんですけど、最近は100が切れなくなったので、とりあえず100切り今年の目標にしたいと思います。すぐ切れちゃいますよ。じゃあ75を切ります。この間久しぶりにイーグルを出して、今年はワンラウンドで2回イーグルを出せるような攻めのゴルフでやってきます。今回初参加なんですけども、今年は25ラウンド以上と、ゴルフ仲間を25人以上作るっていうのが目標にします。もう2人もう2人確保。おお、あざす。怖い怖い。ああ、やばいな。全然大丈夫。大丈夫っす。これだか。あれ、これだか。ありますよ。ああ、めっちゃ見えた。今年の目標は2020年。まだ70台を出したことがないので。うん、思い切ってパワープレーをするしたいっていう目標を立てたいと思います。頑張ります。今年は僕も70代目指してドライバー負けずに頑張ります。僕はとりあえず楽しむこと、それを大事にさらにスコアが良くなればいいかなと思います。頑張ります。シャンクがたまに出るんですよ、急に。特に5番や6番、うちに行きすぎだとか、これだけ取ってどうするんですか？タイミングが早いとか。あ、やっぱ飛ばしたいと5、6だからって開いちゃってる。あ、欲が前に出ちゃってる。手前手前の製品に頑張ります。ですね、今日は。おー、高い。いつものスライス。ドロー、しない。飛んでますね。まあまあです。おー、ナイスショー。めっちゃ出てきました。今年の目標は100を打たないっていう目標だったんですけど、新年早々打ちました。なんでどうしよう。80を切ろうと、切ろうかなと思います。体重は20キロ減らしたいです。ゴルフの目標は、私も今年は100を打たないようにやっていこうかなと思っています。今年の目標は身長が180センチになることです。1ラウンド1バーディー目標で頑張ります。よろしくお願いします。真面目だね。帰ったね。パー。お、高い。お、ナイスショー。ナイスボー。70代を出すというのと、アベレージを85以下、はい、頑張ります。アベレージで90前半を目指します。よろしくお願いします。今年こそは100を切りたいです。切実。それを目指せます。あ、僕はスコアじゃなく今年はこいつで3番ウッドなんですけど、で300ヤード飛ばすように頑張ります。あ、これでですか。そうっす。今ね、290まで行ったからね。ワンデー。頑張ります。打ち下ろし。ドライバー、ドライバー持ってない。上がるんですか。そうなんですよ。ドライバー振れないんですよ。アッパーの。もうだから、ダウンブローしか行けないんで。もうほんと幅が広い。200しか。ダフれば200だし。左目の方がいいです。左目がいいんですね。
ナイスショー、完璧、あの球だね、さすが、あれでいいんです、さすが、おお、ナイスショー、おこれ大丈夫、あるある、おー、ナイスショー、悪くない、距離もある、うわー、ちょっと、ナイスショー、すごい完璧、一人で寂しく今日はチゲうどんを食べてます、ちょっと寒いんであったかそうなのにしました、すごいシンプルなチゲうどん、辛いですけど私唐辛子の辛さは好きなんで食べれないのはわさびとからしとなんだっけ山椒は食べれないんですけど、七味は、七味から唐辛子はめっちゃ好きです、うん、おいしゅうございます、ちょっとかけた時にすごい感じなんですけど、トロトロトロってきてるルーになんかいろいろ溶けてるんですよね肉とか豆とか野菜とかかかっててトロトロしてて、これは絶対うまいやつだっていう予感がします、バランスがいい、甘すぎず塩すぎず口触りもよく、万人受けしそうだけど、万人受けの、あ、万人受けの2段美味しいやつ、おやつだ、パン粉がね粗いんですよ、だからサクサクいくんですけど、パン粉がかかってね、ここは吸い込むんですよ、だから食感が2つ楽しめるっていうのがまずいいのと、揚げ物っていうのはね、蒸しと同じだから肉汁がね、ちゃんとこう内側の方に入っててね、揚げてるサクサク旨味からの肉っていう順番で味が来るっていうカツですね、あ、後から辛さも来るからスパイシーなんだ、これいいね、前半と後半で味が違うカレーだ、これ最高、はい、ガリウオの皆様が食レポをしてくださるコーナーです、こんなあったかいそば初めてですね、こんなあったかいそば初めてですねそうです、あったかいそばしかいっぱいじゃん、サバタくん、サバタくん、はい、おいしいです、それですか、あの僕も相当いろんなそば食ってきましたけど、こんなおいしいそばはないですよ、どうぞそういう匂いはしますわ、母さんそば好きなんですもんね、確か俺そば大好きですよ、あのとんかつ頼んだんですけど、いただきます、うん、トモグイカントリーです、うん、いや一番おいしい友達でした一番おいしい友達このままでで友達食べてるから、うん、うまくないですか、うん、うまっ、ないです、カツがうまい、とんかつやっぱりうまい、めちゃくちゃうまいです、皆さんの今年の目標を聞かせてください、60代を出すことです、すごい、今ベストが70なんですけど、あ、あと1段です、今日今のところいくつまで、今日39回です、あ、そうです、2連続バーディーできてるということなんで、ぜひ3連続目、はい、頑張ります、アンダーを出すことです、うん、ベストが73なので、そうなんですね、アンダー出したいです、私の目標今日はパワープレーです、去年の夏にパワープレーを出すって決めたんですけどなかなか出なくて、うんうん、今年は頑張ります、楽しいゴルフができることです、素晴らしい、大事ですね、大事です、大事です、大事ですよね、楽しければ何でもいいです、 OB 叩いても笑顔ですでもさ、なんか楽しそうですね楽しいもん、一緒に回っててすごい楽しいです、本当にリンゴルフが一番いいですよね、一番いいです、そう、リンゴルフが一番、ありがとうございます、おー、ナイショー、おー、高い、おー、ナイショー、ありがとうございます、おー、ナイショー、ベスト更新です、1打でもいいんで、ここ5年ぐらい毎年1打ずつ、うん、あのベスト更新してるんで、今年もなんとか1打更新したいと思います、ベスト大変ですよね、更新するって、今日は無理です年間のアベレージを70代で80.1とか、
ぐらいはあるんですけど、そうですね、ちょっとアベレージを良くしたいです。去年チームスクランブル全国2位なんですよ。すごい。16アンダーで今年は奪還します。あ、やってたね、それはなんかね。全然負けてます。悔しい。あ、目標なんていうのはないんだけれどもね、あのゴルフが好きだから楽しいゴルフできればいいんですけど、まあ、スコア的に、まあ、一時ちょっと上昇した時に、まあ、85を切る平均でいたんですが、それをまた今年も達成したいと思って、で普段いろんな友達と回ってるんですけど、こういう知らない上手な方と一緒に回ることによって自分の方も技術も上がればいいかなと思って、今回こういったコンペには初めて参加させてもらいました。まあ、練習を、まあ、週に5回なんとかやって、いや行ってもね、行っても1回50球とか、それしか打たないんですけど、ね、あ、でもそれがいいですよね。なるだけ多く練習場に通うとは思っています。おー、ナイショー、おー、ナイショー、ナイショー、おー、ナイスショー。はい、ゴルフの目標、はい、80切り。おベストね、85、6とか、だからとにかくそれをいきます。パットでショートしない。あ、大事ですね。とりあえずオーバーしたい。オーバーしないと入んないです。そうなんです、分かってるんですけど ね最近ショートするんですよ、ね。全然ショートしまくってますけど。じゃあ後半だけでも。はい、頑張ります。はい、頑張ります。全ラウンドの半分ぐらいを70代で回れたらいいなと。レギュラーティーから100を切る。おお、すごい。はい。100切ったらかっこいいですよね。女性で。ね、かっこいい、かっこいい。頑張ります。すごい。あ、当たった音がした。帰っておいで。おー、ナイスショー。大丈夫大丈夫。平均アベレージを80前後。両手シングル目指します。わ、すごいじゃん。今年はライバルの男性陣に勝つことです、ゴロスで。はい、1年間怪我なくゴルフができればいいと思ってます。ナイショー、おー、ナイスー、おー、ナイショー、おー、ナイショー。はい、90切ることですね。あ、まだ切ったことない。いや、切ったことはあるんだけど、もうここ3ヶ月は90、100近いっすよ。目指せ80代。お、まだないんですか。いや、2回ありました。あるのに、なんか目標が控えめですね。今日どうでしたか。今日ダメですよ。ダメですか。はい、80代前半をコンスタントに出せるようにしたいですね。いや、常に100を切ることです。ずっと90代。うん、ここのとこ調子よくて、90って回れてるんですけど。おー、おー、ナイショー。いや、大丈夫。おっ、帰ってこい。すごいよ、今間をうまく抜けて。おー、ナイショー。オッケー、おー、ナイショー。2020年リンゴールカップ全試合出場。お、そう。すごい、すごいのがね。80切り、今年中。はい。はい、頑張ります。今年も楽しくゴルフをやります。私今年厄年なんで怪我しないように頑張ります。おー、ナイスー、ナイショー。おー、すごい。あー、またが。当たった。帰ってこいで。大丈夫。よいしょ。ナイショ
これ知らないでしょ、これ名前言っても多分分かる、はい、ジョン・デイリー。何ですか、アメリカのもうシニアなのかな、もう60いくつだよね、うん、そう、生まれた頃活躍してた人、ジョン・デイリー、その人のレプリカ。あ、そうなんだ。そう、やっぱりベスト更新を目指してます。80代前半、今まだ85です。だんだんね、90代になってきて寂しい限りです。僕もベスト更新です。一応今80なので、70代、夢の70代に突入したいなと思ってます。去年1回だけ100叩いたんで、今年は100を叩かないように、どのコースへ行っても頑張りたいと思います。ちなみにベストは74です。おー、すごい。まだ更新できますよ。無理です。頑張って頑張って。頑張ります。覚えた？ちょっと左に取ろった。おー、ナイスショー。見えた、見えました。今年の、行っちゃっていいですか、ジャパン行きたいです。かっこいい。あの、ココロちゃんとこやってるでしょ、KGA の関東トップアマーになるの、ね、うん、結構競技出られてる、出てます。この方もジャパン行ってます。メンバーさんらしい、ここの、うん、怪我をしないように。私は関東女子ミート予選一度も通ったことがないので、予選通過したいです。もちろん JGA です。3年連続 JGA、すごい。涙流してるんです。あ、そうなんですね。私は行きます。はい、お待ちください。おー、ナイスショー。ナイスです、ナイスです、ナイス、ね、ピンクとグレーって合いますね、すごいね、可愛いですね、うん、合いますね。で、またほらモデルさんがいいでしょ。モデルですね。やっぱり80代をコンスタントに出せるように練習を日々頑張ってます。今年の目標は怪我をしないことを第一に、あと安定して球を打てるようになること、そのなんかライが悪いと当たらないとかあったりするので、まあ、ちゃんと当てられるようにすることを目標にしたいと思います。安定して90代前半、あわよくば90を切るようなゴルフを、心がけたいです。今日はどうでしたか。前半50回なんで、後半は45を切るようであれば、そうです、目標に近づくのかなと思います。パワープレー出したいですね。今日はダメですけど、楽しんでやります。はい、もうナイスショー。やりすぎ、いや、OK です、あそこ。おー、ナイスー、ナイスショー。いけない、ゴー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 、いけ。スタートからお疲れ様でした。今日はおしまい、お疲れ様でした。待ってます。はい、いってらっしゃー。ベスト、今日更新したベスト更新した人、あ、一人いらっしゃる、ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。はい、今日私は海人君と勝負をやらせていただいたんですけど、楽しく回ったので良かったです。130万円のクラブセットを回ってくるということでですね、緊張にも負けず100万円戦っていただきました。海人君も今日はタイガースと全く同じセッティングのクラブで回るということでやったんですけども、どうでしたか。いや、もう初めて多分アンダー系のマッスルバックとあんだけ硬いシャフトを使ってゴルフしたんですけど、今日分かったことが、自分使ってたクラブがすげえロースペックで簡単すぎるクラブを使ってたんだなってのがよく分かりました。100点バック使ってるんですよ、めちゃめちゃ簡単な。どっか緩んでも大丈夫だなみたいな安心感が残りすぎちゃってて、まあ、ミスが多かったかなってすごく思いました。ぜひ皆さん動画の方を楽しみに見ていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。なんで紹介したいかというと、リンゴルフっていう動画を始めるときに、ガルフドさんがリンゴルフの先にゴルフのラウンド動画をするってチャンネルを出してくれて、あとガルフドのパクリなんです、リンゴルフは。他で今チャンネル登録者超えてて、はい、ラウンド取っていけるってことですか。まあ気持ちは分かんない。動画では
すごくやんちゃな、なんか生きった感じの男をやってるんですけど、実際はこういう真面目な顔をしていて、本当は一度当たりのいい人だっていうことを言っておきたいんですけど、塾の先生です。はい、塾の先生と子供に教育してるんです。本当はあいつ裏の顔は実は超真面目なんだぜとか思いながら見てくれるとすごい嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録だけお願いします。ありがとうございます。このメンバーの方なんですか？そうです、このメンバーで、はい、素晴らしい講師です。先ほど、ね、ランさんとすごく褒めてもらって、はい、すごく嬉しくて、今日のラウンドは、まあ、メンバーなんで、はい、しかもフロントということでアンダーを出したいなと思って回ってたんですけど、今年初打ちのラウンドでなかなか自分のペースがつかめずズルズルズルという感じで、はい、で、プロっていうのを知らずに、はい、3アンダーみたいな、はい、っていうことで、はい、さらに自分のペースがこう決めたっていうで、まあ優勝できたんで、はい、ほっとしてます。はい、ありがとうございました。